ライブ配信で、まあ、ライブコマース、ウェビナーでってことですね。ウェビナーっていうのはオンラインセミナーですね。で、まあ、やはりですね、実際にですね、動画を流すときに、まあ、やってみて、意外なですね、落とし穴というかですね、やってみて失敗ってなると思うんですけど、まあ、失敗はですね、まあ、映り込んでしまったらまずいものですね。例えばあなたの家の情報が分かっ場所が分かってしまうとかですね、あなたのお子さんの顔が映ってしまってる、映したくないのにという場合ですけども、にはですね、やっぱり一回流れてしまうと、まあ、デジタルタトゥーという形で残ってしまうので、これは気をつけた方がいいんですけども、あと、まあ、YouTube で流す場合もですね、規約がいろいろあったり、例えば背景に BGM、著作権違反の BGM が入ってたりとかですね、ポスターが映り込んでるとか、テレビの画像が映り込んでるとか、まあ、こういった細かいところってなるんですけど、まあ、やってみてですね、とにかく学びっていうことですね、行動して学ぶっていうのはまあ基本的な鉄則かなというふうに思います。です。